竹の子塾の大久保です。で今回はですね、B 動詞ね、中1英語の B 動詞の第2回目をやりたいと思います。で今日もね、B 動詞っていうタイトルにはなってるんですけど、ここですね。でも実際はまだB 動詞出てきませんね。 B 動詞じゃなくて、まあ英語の基本の形ね、英語の基本は主語プラス動詞ですよっていう説明をね、今回もしていきますね。なんで B 動詞はですね、まだちょっと前回もやってないし、今回と次回までちょっとね、 B 動詞自体は出てきません。前回、今回、そして次回でね、英語のね、一番土台の部分、基本の部分をね、しっかりとマスターしてもらおうと思っています。はい。で、まあ、今回はですね、このね、英文、英語の文をやっていくんですけどね、英語の形はね、基本の形はまず主語が来て、そして動詞が来ますよとね、いうお話をやっていきます。で、まあ、実際にね、英文、英語の文を作ってもらうんですけど、その前にね、英語の文には2つね、ルールがあるので、この2つですね、しっかり押さえてください。まず文と、これ文の頭、文の最初は大文字ですよね。大文字小文字があるんですけどね、文の始めは必ず大文字でスタートしてくださいと。でもう1つ、文末、文の最後はピリオド、まあ、に日本語だったらこういう風に丸がありますよね。でピリオドっていうのはこのなんか黒丸みたいなのをね、文の最後につけますよーとね。この2つをね、まずしっかり頭に入れておいてください。では早速ですね、1番、この私は剣を知っていますね。私は剣を知っています。まあ、このね、日本語を英語の文に直したいと思います。でそれぞれね、日本語を英語でね、表すとどういう風になるかっていうのは全部書いてます。私はは愛、愛、まあ、これで私はという風になりますね。で、剣、まあ、これ剣っていうのは人の名前です。で、なのでローマ字で表してるんですけど、この人の名前ね、人名とか、あと地名ね、例えば東京とかね、大阪とか、そういう風に地名っていうのは、人名とか地名っていうのは、文のどこであっても最初の文字は、ね、大文字で表しますよとね。で、知っているね、知っているは know と、ね、know っていう風にこれ読みますね、K-N-O-W ね、know、 これまあ動詞ですね。これが動詞になります。で、何々を知っている、で、じゃあね、実際に英語の文にするんですけれども、英語はね、日本語の文とね、言葉の順番がね、ちょっと違います。まず主語が来て、そして次に動詞が来ます、ね、なので主語は私は、だからこの愛ですよね、愛が来て、はい、次は動詞なので、動詞はこの知っているっていう know ね、know ですよね。ということは愛の次に know が来て、愛の、そしてこの知ってる人ですね、誰を知ってるかっていうと剣を知ってるので、 I know、 ここに剣が来ますね。で剣を知ってます。だからちょっとね、で、あ、すいません、最後にこのピリオドですね、この黒丸が来ますよ、これにピリオドが来ます。なのでちょっとね、日本語の、ね、言葉の順番とちょっと違いますね。私は知ってます、剣をっていう形になるね。なんでこの主語がまず来ますね。英語の文は主語が来て、そして次に動詞が来ますよとね。この順番が重要になりますので、ね、まずこれをしっかり押さえておいてください。主語動詞とね、主語と動詞がね、必ずあって、ね、英語の文には主語と動詞があって、この主語と動詞でね、文の形を作っていくとね、主語と動詞というのが文の英語の文の基本の形になるのでね、しっかり頭に入れておいてください。では続いて2番目、私は音楽を好きですね、私はまたね、愛になりますね、で音楽をこれミュージックね、ミュージックで、好きですね、好きだね、好きであるっていうのはこの like になりますね。主語は愛なんですけどね、じゃあ動詞はどれになる、ね、動詞はこれですよね、こう、like、何々を好きであるっていうね、この like が動詞になります。じゃあまたね、この愛が主語で like が動詞っていうのが分かっているのでね、主語と動詞、これをね、頭に入れて、この2番のね、この日本文を英文に直してみると、まず
I、ね、I が来て、私はっていう I が来て、次に動詞なんで like、ね、like これが来て、で最後に音楽をっていうね、music、ね、これ music が来て、I like music、で最後にね、ピリオドをつけますよという形になりますね。この I が主語、like が動詞と、ね、英語は必ずね、主語と動詞で文を作っていきますよということですね。で続いて3番目、あなたはサッカーをします、ね、まずあなたは、ね、これ今までは私だったんで I だったんですけどね、あなたはっていう時はこの You を使います、ね、でちょっと言い忘れてたんですけど、この I っていうのはあの文の始めでも文の始めじゃなくてもどこに使われててもね、私はっていう時は大文字なんですけど、 You はね基本的にはあのここ最初のところですね、小文字です、ね、で文の最初に来る時はここに書いてあるようにね、文の最初に来る時は大文字ですので、この You を初めに持ってくる時はね、この最初の Y の部分を大文字の Y で書きますよとね。でサッカーはこれね SOCCER ね、綴りですね。で、そのスポーツとかをね、スポーツなどをするっていう時にはこの play ね、play を使います。で、じゃあね、まずこの you が主語ですよね、あなたはっていうことなんで you が主語で、動詞はこれですよね、 play ね、play になります。ということはこれをね、英文書いてみると、まず主語が you なんで、あなたはってことで you が来て、しかもこれ大文字ですよね、ここね、文の始めは大文字、ね、今まで I は、ね、文のどこに来ても大文字だったんで、ね、あんまり言ってなかったんですけど、 you はね、この文の始めに来た時だけね、こういうふうに文の始め大文字なので you ってね、大文字でこれ Y 書きますね、 you で次、主語プラス動詞で、次動詞が来るのでこの play ですね、 play がここに来て you play で、まあ、サッカーをっていうことなんでここに最後ねサッカーね、でピリオドをつけます、 you play サッカーね、 you play サッカーで、まず、ね、you が主語で play が動詞でサッカーという形になりますね。You play soccer。で、最後4番目ね、あなたは日本を愛しています。ね、まあなたはね、先ほどと同じで You になりますね。で、日本を、ね、日本は Japan ですね。Japan。で、あの、さっきね、ここの県の時に言いましたけど、この人名とか地名ですね。だからこの国名、国の名前も文のどこにあっても、これね、この一番先頭の部分は大文字であれを表しますね。なんでジャパンもこの先頭の部分ですね、この J は大文字で表す、ね、文のどこに来ても、この人の名前とかね、地名、そしてこの、ね、国の名前とかも、最初のね、単語の最初の文字は大文字で表す。で、愛しているっていうのは Love ね、Love で、まあ、このあなたは当然主語ですよね。で、動詞はもう分かりますよね、この Love ね、愛してるっていうこの Love では、これね、この最後のカッコの4番も英文にすると、まず主語ね、主語は You なんで You で、しかもここ大文字ですね、 Y ね、文の始めは大文字なんで、これね You の大文字ね、最初大文字になります、 Y You で、次は動詞なんで、この love が来ますね。You love Japan ね。最後に Japan が来て、ピリオドをつけるとね。You love Japan。あなたは日本愛してます。日本をってね、いう文のね流れになりますね。You が主語、love が動詞。で、日本をジャパンが来るよと。いいですかね。まあ、ここね、
いきなりね英語になったんでちょっとね難しかったかもしれませんけど、英語はとにかくね主語と動詞でね文を作っていくよというのをねしっかり頭に入れておいてください。だから主語と動詞が重要ね。主語ね I が来て、ね、知っている動詞 No が来る、I が来て、ね、動詞 Like が来る、ね、主語 You が来て動詞 Play が来る、ね、主語 You が来て動詞 Love が来るねいう感じですね。この主語と動詞で文を作るというのをねしっかり頭に入れておいてください、はい、次回はですねこの主語と動詞で英文を作るというのをねちょっと練習をあともうちょっとねやってみたいと思います。では今回これで終わります。どうもありがとうございました。